スガード、ポータポーション、あのパスガードの、使い分けを説明していきますね。まあ、非常にあのシンプルな左右のコンビネーションなんで、まあ、結構あの経験の浅い方とかでも取り入れやすいかなという感じですね。まずはシチュエーションとして引き込まれましたと。で、肩入り肩数持たれて結構引っ張られて厳しいシチュエーションで頭が下がっちゃう状態です。で、この時にこの手が一番フリーになると危ないので、まずはベストは帯。最悪カラー握りましょう。カラーの場合切れちゃう場合があるので、やっぱり帯を握れると一番いいですね。帯を支点に、この左手を支点に、これ離しちゃってると、この手がね、普通に三角とか、オモプラッタの意識になっちゃうので、まず握ります。で、2番目にここは足首ですね。同意の場合、パース掴んじゃう可能性があるんですよ。パース掴めると、足回されて、普通に切られちゃうので、ここは足首を直接握ってください。で、左手を支点に、ステップバック、ステップインで、ぐっと胸を張って、まずここで、尊敬の姿勢を作って、ここですね、グリップをカットできるようにします。まず1個目狙っていくのは、これをグリップか、やっぱりここが引かれてると頭が下がっちゃうので、あの非常にきつい状態なので、これを手をね、まあ、帯まだこっち左で離さないですね、片手で切れるならば、前にプッシュして切っていきます。で、切ったら、こっち持ってるうちに、左手をカラーに持ち替えます。クロスカラーじゃなくて、もう順手のカラーで。で、この後は、まあ、そのまま、いける人はそのまま行ってください。袖を持ったまま、まあ、足腰がいわゆる強い人ですね。右足をステップインしながらクロスに入れる。こうですね。で、引きつけながら。で、肘をね、腰側に落ちながら、この脇の下に膝を差し込むような感じで引っ張っていきます。で、この後は、右足をね、ここに差し込んで、左右コントロール。持ち替えた後に、あの相手がグリップ切っちゃったとか、まあ、もしくはあの自分の足腰の強さでこうサイドステップできない人は、こっち離しちゃっていいので、膝の横を押さえながら、ここに体重をかけながら、まあ、コンパクトな動きで、このように入っていきますね。これでも、まあ、こっちの手で抵抗される可能性はあるんですけども、あのさっきよりは労力少なく、ここに入っていきます。ここまで来て、膝がついたら、まあ、抵抗してこう腕をこうやってで伸ばしてくるんですけど、この手をこう剥ぎ取って、あと一緒ですね、肘を外に落としながらスライドしていって落ちてます。シチュエーション、まずはここでこのグリップカットまではいけるシチュエーションを作るんですが、グリップカットができない時あります。この人のグリップが非常に強いとか、まあ、もしくはグリップ切ってもすぐ握られちゃうとかいう状態であったり、で、グリップ切れたんだけども、ここからね、これを帯を離してカラーに持ち替える過程で、まあ、あのすごいやはりこの人が強いグリップ力とか引きが強いシチュエーションだと、まあ、それを利用して何かされそう、ここになんか怖い感じがあるという場合、ベルトからなかなか離せないっていうシチュエーション、まあ、どれでもいいんですけども、まあ、今回こうグリップがそもそも切れないシチュエーションを作っていきますね。で、今のクロスニーが1個目あったとしたら、まあ、ここでグリップが切れないシチュエーション、もしくはあの相手の引きがかなり強くて結構この帯グリップを離したくないということがあるんですね。で、その場合こちらサイドにスマッシュパスを仕掛けていきます。右手が切れないなと判断したらばパンスですね。ちょっと向き変えましょうか。ここですね、パンスグリップ、パンスを直接握ります。まあ、2番手、3番手として OB、ラペルという形なんですけど、やはり腰を直接コントロールできるパンスを握るのが一番ですね。で、パンスを握ったら、もう一度戻しましょう、ね。パンスを握ったら、こちら方向にスライドしていきます。右肩、今だったら右肩をこちらサイドにね、こういう感じ、ぶつけると同時に足を、こうですね、斜めにスクロールしていきます。で、これで上の足に僕が乗ってる状態になるので、このまま頭がここ空間あると相手に抵抗されてしまうので、頭はこう顎の下まで埋めておきますね。埋めていったら前にステップして、この足の可動域を奪っていきます。でも相手が動かないところまで来たら
上の足を後方に下げて、こちらサイドに回して、この過程で奥襟を掴んでね、相手が逃げないように止めて、サイドコントロールで入っていきますね。まずは一緒、帯グリップ、ステップバック、胸は切れない、ここはパンスグリップ、で肩から入る、足を飛ばす、頭を埋めて、プレッシャーをまず横に足をかけて、まず、ステップ、奥襟を持って、いやー、今日のテクニック動画も勉強になりましたね。勉強になったという方は、いいねのボタンをよろしくお願いいたします。チャンネル登録もポチッとお願いいたしますよ。